こんにちは。神指チャンネルのお時間です。いろいろな試合を多分見てきたと思うんですけど、この皆さんにとってなんか思い出深いシーンとかって何かあったりするんですか？大学時代に関東大会、白鴎大学の時に完全試合してるんですよ。でその時僕ベンチから横から見てて、スライダーが横から見てるんですよ。スライダーが消えるんですよ。ありえないじゃないですか。横から見てるスライダーが消えるんですよ。それぐらいの勢いで完全試合した時はすげえなと思ったですね。完全試合した試合の実は舞台裏があって、6回ぐらいから野手がそわそわし始めるんですよ。このままこの勢いでいくと完全試合になるんじゃね、やばいやばいやばい、エラーしたらどうしよう、うん、でもその回の合間にベンチ裏に行って僕がこうやって体ちょっと触るんですよね。その時からもう俺もあんまりその辺ちょっとなんか無神経だったんですけど、今思えばこれいけるっしょとか言ってね、6回ぐらい行っちゃうっしょ完全試合とか言って、行きますねこれ完全にとか言ってね、で本当にしちゃったんですよ。みんな野手は緊張したんですけど、確かにここは2人でなんかもうやっちゃおうぜみたいな、やろうぜみたいな、ノリでいけるっしょみたいな感じで本当にやっちゃってすごかったんですよね。友達的な思い出は なんかないんですか？思い出、矢さんがいてくれたおかげでみたいな。やってるね。プロはもちろんそうだけど、学生の時の4年生の時の神宮大会、もう俺4連投、5連投だっけ、5連投、そうだね、5連投だっけ、うん、5連投したの結構やばいのよ、5連投って。正直もう連投連投でもう体も気持ちもやばすぎて、でもなんかもう投げなくちゃいけない、もう義務じゃなくて勝ちたいからさ、で投げるピッチャーはいたんだけど、でも一応エースだからさ、投げたいって思う気持ちあるじゃん。で一応5連投したんだけど、3連投目かな、終わってもうどうしようもないぐらい体が動かなくなって、まあニンニク注射だね、注射ね、うん、のお店をすぐ連絡してくれて、もうすぐ打ちに行って、であと酸素も吸って、うん、でもできること全部やってくれたの岩瀬さんが。もうあの時はまあ大学からプロトータルで全部やってもらったけど、あの時が一番本当に俺の中では、あこの人いい、本当にいてくれてよかったなと思った瞬間だったかな。そうなんだ。僕は本当あの瞬間でしたね。あの試合補足すると、5試合5連投って言ってたじゃないですか、うん、雨で流れてたね。1試合途中までやって再試合になってるんですよ、うん、だから、4戦目勝った、4回試合して勝った時点でベスト4でしょ。そうだから5連投目は青山学院の試合で、本人はもう行きますって監督に言ってるけど、もうその時はもう俺が監督に、いやこれ投げさせたらもう壊れるますよみたいな、壊れたらもう責任取れないぐらいの状態ですよみたいな話をして、じゃあ明日は先発別の人間しようみたいな話になって、違う先発だったんですよ、うん、でもやっぱりそのね、先発がポンポンと打たれて、うん、まあ、結構試合もなんか 6点でもうね、決まっちゃったんだよ、決まってた前半で、もう4回ぐらいでね。そうで、そしたら急に投げないはずの八木くんがなんか急にアップしだして、もう行くぞって言われてね、勝手にアップしだして、勝手にピッチングしてもう行きますみたいな感じになってで、ピッチングコーチと僕で、やっちゃん大丈夫、八木大丈夫、いや大丈夫じゃないっすとか言って、勝手に行っちゃったんすよみたいな、もう大丈夫かあいつみたいになってで、結局その変わってからもう三振何個も取ってもう抑えたんですよ。コーチサッサンと俺よこう見ながら二人泣いてるヤギーみたいなヤギーっつって、それぐらいすごかったですよ。まあ結局試合は負けたんですけど、うん、それ青学の時でしょ。青学の時、準決、準決ですね。だ勝てば創価大学初の決勝戦っていう試合で、そう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 、で、うわ投げてるわすげえなとパッと見たら、サッサンこう泣いてるから、こうやって泥見て、サッサン泣いてたって泣いてたっていう、 まあ、あれは確かにもうすごい思いですね、うんうん、なんだろう、もうゾーン入ったじゃないですかあの時、うん、
投げないっていう選択肢がなくて、自分の中で。で、岩田さんも今、まあ、トレーナーたちとかから言ったら、あそこで投げて怪我しなければいいけど、リスクは超あったじゃないですか、うん、もう多分肩いっちゃったらもうプロ行っても多分無理だなっていうぐらいのレベルのまで投げ切ってたし、でも僕はそのプロに行くっていうのもそうだけど、もうこのチームで日本一にならなかったらもういつなるのぐらいの気持ちで行ってたから、だからもう俺が投げないと勝てないっていうか、まあ他のピッチャーもいたからその信用してなかったわけじゃないけど、でも結果リーグ戦とか全部投げたら誰なのって言ったら僕じゃないですか。難しいんですよ。だから結局その大学のことこう考えたら無理でも行かせるべきだし、でもその時点でもう決まってたって、うん、まだ、あ、決まってないんだっけ。だから春でしょ。あ、そっか。だからもう要は彼には将来があるって思ったらもう止めるべきって、うん、結構その辺俺イケイケの方だったけど、それがそれでも止めるぐらいやばい状態だったんですよ、うん、あ、でもね、でもまたここさっきと話したけどプロと違うのが、そこの大会に合わせてきてるから元気は元気なのよ、うん、まあ、まさにだから精神で肉体を引っ張ってる状態ですね。そうそう、うん、超ギリだったけど、でももうこっち乗っちゃってるからもう抑えれるっしょみたいな感じ、うんうん、投げてて、だからなんかこう本当小早川だったじゃないですか、うん、キャッチャーでサインが決まんなくて、うん、もう乗ってるからもうまっすぐ打たれる気しなかったというか、うん、あの時だからもう何回も首振ってんのにそのサインが出なくて、もうこうやってやったのも覚えてるし、まっすぐだよって本当っていうぐらい乗ってたのよ。あの、なんだろう、本当に打たれる気しなかったっていう表現が、うん、もう本当に当てはまるというか、まあそうだね。で、後悔はしてないんですよ、そこで止めたことを、最初止めたこと、うん、でも結局あの試合きっかけでやっぱりそれまで創価大学のピッチャーすらこう1人エースがしばらく何かついたじゃん、うん、だけどやっぱりそのベスト4から行くにやっぱピッチャーエース格がやっぱ2枚、うん、3枚必要だってなって、うん、それ以降だからそれ田中正義とか、うん、あの辺からこう田中と池田とか2枚看板になっていくようになってったんですよ、うん、であれが本当にね、多分こう大学の中でもすごいこうターニングポイントだったんだよね、うん。まあ、いろいろと多分お世話してきてくれたと思うんですけど、その子はどんななんですか。スカウトになったら治療はなくなるわけじゃん。でもちょこちょこ連絡取ったんですよね、うん、沖縄キャンプで来てるんだけど、ほんと7年8年ぶりぐらいワンダメだ。そう、うん、そんな感じがしないですよね。しない、正直、うん